出した遥かな街の彼方、君にも見えてるかな、さよなら優しいこの場所から、僕もまた旅立つよ。大きな声でアンコールありがとうございます。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 約8ヶ月の間ライブをしていませんでした。まあ8ヶ月って言ってもなんかあっという間なような気もするけど、やっぱりいろいろあったし、こうやって人前に出て皆さんの前で聴いてくれる人がいる前で演奏をするとか歌を届けるとか、そういうことの本当の感覚をめっちゃこう今感じています。ありがとう。もう分かってるつもりでいたんだけどね。これでもずっと路上ライブやってきて、ライブは何回もやっていて、分かってるつもりではいたんだけど、ライブではいつも嘘はつけないし、
絶対リハーサルでは得られないような感覚が僕らの中に訪れて、でこの1回だけしかできないものがそこにあるっていうのを、まあ、かっこつけるようだけど分かったつもりではいたんだけど、今日また感じさせられています。本当に今日来てくれてありがとうございます。ありがとう。横浜スタジアム憧れだったんですけど、これからも何度も何度もこのステージに立てるように頑張って曲を作って頑張って届けていくので、これからもよろしくお願いします。たった5文字でつながれるほど簡単じゃないけれど、たった5文字に託すものは結構ある。あと何度言えるだろう、あと何度聞けるだろう、私とあなたの間に。聞いてください。ありがとう。
しみを分かち合えるように思い合うことに幸せをあなたと見つけていけたらありふれたことさえ輝きを抱くよほらその声に寄り添う Fox
サポートメンバーにもう一度拍手を。今日は本当にどうもありがとうございました。生き物係でした。どうした。ボーカル吉岡清でした。ギターリーダー水吉でした。ギターハープ山下穂高でした。ありがとうございました。また会いましょう。ありがとう。